はい、翔チャンネルです。今日は久々のオフです。イエーイ、トトツです。でもオフってしたいことありすぎて何から手をつけていいかわからなくないですか？僕ありすぎて結局何もできないことが多いです。だからオフなのに何もできなかったって人安心してください。仲間です。僕一人だけかもしれませんが、まあこんなことを考えてしまった朝だから、朝日でもゆっくり浴びて一日を始めたいなと思った僕を完全否定してきた朝から始まりました。ギターを弾いています。楽しいです。練習したり曲を作ったり加工したりいろいろしています。ギターを弾いています。楽しいです。これはオリジナル曲ですね。事務作業です。これは同居人にパソコンを借りて、作業している風に撮っていますが、普段はノートにまとめたりしています。何がやばかったのかは全く覚えていません。読書の冬です。いいですね。あ、服が気になるみたいですね。普段はこんな姿勢良くないのに、こんなよく読んでないのに、なんか張り切っちゃってるのかな。あー、張り切っちゃってるのかな。一見何の映像だって思いますよね。安心してください。ダメージ加工中です。いわゆる服をおしゃれにしている加工ですね。加工後一度も切れていません。そんなこんなでオフを過ごしているわけですが、今日は好物を食べたいと思います。オフなので、イエイ。お皿越しに若干映ってないですね。映ってなかった。あ、映ってるかな。はい、ここで卵を割ります。さあ、片手で割れるのかな。割れました。イエイ。綺麗な黄身です。はい、はじめ社長みたいなことがしてみたかったです。こちら、ウォーターサーバーですね。確実にお湯を注いでいるように見えますが、集めているのでしょうか、それとも注いでいるのでしょうか。卵を割ってお湯に行き着く、これちょっと一体何の食べ物なのか気になりますよね。あ、ちなみにはじめ社長みたいなことは申しません。あ、色終わりましたね。カラーの唐突な加工物、大塚の鉱物気になりますね。はい、価格が狭まりました。そしてこの加工物、バターみたいなものですかね、入れていきます。容器に入れていきます。おっと、あー、卵も入れていきますね。これは麺です。唐突な麺です。卵、加工物、麺。おっと、完食しましたね。完食いたしました。とっても美味しかったです。ごちそうさまでした。をしているのでしょう、きっと。ちなみに裏でいろいろ喋っているみたいですが、あっと、これが正解シーンですね。カップ麺です。好物はカップ麺です。こちらですね、なんとバカ丸うどんのデカ丸ですね、ごめんなさい。コーン塩バター、これなんと冬限定の食べ物なんです。皆さんよかったらご賞味ください。以上、大塚の休日でした。